皆さんご機嫌いかがですか？4月25日月曜日のリビングライフです。皆さんは今どういうところにお住まいでいらっしゃいますでしょうか？都会のマンションにお住まいでしょうか？あるいは郊外の一戸建てにお住まいでられますでしょうか？また皆さんが属しておられる教会はいかがでしょう？この都会のビルディングの一室を借りて礼拝をしている教会もありますし、また広い広大な土地で立派な礼拝堂を持っておる教会もあるでしょうし、またあるいは家を開放してこの家の教会として礼拝を捧げている、そのような教会もおそらくあろうかと思います。しかし大切なことは、私たちがどこに住もうが、どういったところにいようが、神様が私たちに与えてくださったその場所を感謝し、そして性別をしていく、神様に感謝の祈りを捧げていくことが何より大切なことではないでしょうか。今日はエゼキエル書の45章1節から25節の御言葉、タイトルは「主を心にお迎えすれば清く正直になります」であります。エゼキエル書45章1節から25節。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所にあって、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトを測れ、そしてその中に聖なる至聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖所で仕え、主に近づいて仕える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のために聖別しなければならない。また長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトの地は宮で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。神である主はこうおせられる。イスラエルの君主たちよ、もうたくさんだ。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義とを行え。私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主の見告げ。正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテはホメルの10分の1、エパもホメルの10分の1とせよ。その量はホメルを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよ。あなた方が捧げる奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから6分の1エパ、大麦1ホメルから
6分の1エパを捧げ、油の単位により油のバテで1コルから10分の1バテを捧げよ。1コルは1ホメルと同じく10バテである。またイスラエルの潤った地の羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を、捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのための贖いとせよ。神である主の御告げ。国のすべての民にこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全焼の生贄、穀物の捧げ物、注ぎのぶどう酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。神である主はこう仰せられる。第一の月の第一日に、あなたは傷のない和解を牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のための生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の7日にも、あなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第一の月の14日に、あなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの7日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために、罪のための生贄としてお牛を捧げなければならない。その祭りの7日間、彼は全焼の生贄として、傷のない7頭のお牛と7頭のお羊を、7日間毎日主に捧げなければならない。また、1頭のおやぎを罪のための生贄として、毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は、お牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパを捧げなければならない。油は1エパごとに1品とする。第7の月の15日の祭りにも、7日間これと同じように捧げなければならない。すなわち罪のための生贄、全焼の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならない。それでは早速見てまいりましょう。45章の1節から8節は、聖なる民が与えられた相続地に関しての内容であります。この後出てまいります47章の13節から48章の35節に、各部族の土地の分配に関しての記事が記されておりますけれども、今日の記事は、箇所はその相続地の中でも中心的な部分をですね、取り上げて扱っている箇所であります。ここで述べられている土地をですね、考えますに、いろいろな数字が出てきて、少し混乱するところでもあるんですけれども、まずこの一辺が2万5000キュビットの正方形の土地を考えていただければ分かりやすいのではないかと思います。その正方形の土地、一辺が2万5000キュビットの土地の北から1万キュビットの部分がレビ人に相続をされました。さらにその南側の1万キュビットの部分が祭司たちに割り当てられた土地であります。2節にありますね。そのうち縦横500キュビットの正方形を聖女に当て、その周りを50キュビットの空き地にしなければならない。その土地の、祭司に割り当てられた土地の中央部分に、その土地の中心に聖女のための場所があるのだということであります。そして祭司たちのこの相続地のさらに南側、
残りの5000キュビトの西方この部分に、このイスラエル全家のための町の所有地となっているわけであります。そしてその一辺2万5000キュビトの土地のこのいわゆる東側と西側の部分が君主たちの土地であるわけです。でその君主たちの土地はどちらも国境までこう延々と伸びている非常に広大なものであったとここでは記されています。7節ですね。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。非常に広大なものであったことがここで記されております。このように君主たちの土地は十分に与えられておりましたので、この8節にもあります通り、君主たちは二度と民を搾取する必要がもうない、そのようなことであるわけです。このように回復をされます、このエルサレムの中心にあるのは君主が中心にあるのではない、もちろん民でもありません。そのエルサレムの中心にあるのは神殿であるわけです。そして聖所であるわけです。まさに神様がこの国の中心におられる、このそしてその神様の中心としたその周辺に君主がいる、民がいるというような構造を持っているわけであります。これはまさに私たちの信仰生活どのように適用すべきかをよく言い表している箇所であります。私たちのまさに信仰生活の中心は私ではなく神様だということですね。私たちの家の中心、私たちの教会の中心も力を持った人ではなくて神様があくまでも中心であるということ、私たちの心の玉座に一体誰が座っておられるのかということが大切であります。これが私たちクリスチャンとしての信仰者としての基本的な生き方ではないでしょうか。次に9節から17節の御言葉でありますけれども、ここでは君主の務めについての御言葉が記されています。聖なる神様のこの臨在が中心にありまして、その周りの土地を、まあ、民は相続したわけでありますけれども、神様はそのご自身の清さを保ち続ける必要があるわけでありますよね。ですからこの民の中、特に君主たちの中に神様の清さを妨げるってしまうもの、すなわち不正であったり暴虐であったり、そのようなことは絶対にあってはならないということがここに記されております。10節から12節にはこの公正さの象徴である正しい計りの基準を確立することについての御言葉が記されています。10節、正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え、エパとバテを同一量にせよ、バテは褒めるの10分の1、エパも褒めるの10分の1とせよ、その量は褒めるを単位とせよ、1シェケルは20ゲラである、20シェケルと25シェケルと15シェケルで1ミナとせよと、まあ、いろいろと数字が出てまいりますけれども、これはとにかく、ごまかしをすることは絶対に良くない、容認されないのだということであります。箴言の20章の10節にはこのような言葉がございます。異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。また同じく箴言の11章1節にも、欺きの計りは主に忌み嫌われる、正しい重りは主に喜ばれるという御言葉がございます。私たちがこの共同体の中にあって神様の清さを保つために求められること、それは公正さであり正直さではないのでしょうか。13節から17節にはこの君主がですね、民を代表して主に生贄を捧げることについてのこの箇所があります。そのためにこの民がですね、君主に納めるべき割合についてここでは記されておりますけれども、ですからこの君主はある意味で祭司的な役割をここでは担っていることに気がつかれるかと思います。自分たちの土地やそこから得たものは全て自分たちが得たんじゃなくて神様からいただいたものだ、もうそれら全ては神様のものなんだ
土地も、この収穫のものも全ては神様のものなんだという告白がまさにここに現れていることであります。それを祭り、要するに礼拝の場を通して表していくということであります。そして18節以降ですね、18節から20節は聖女を清めるための規定について、21節から25節は主のその贖いの御業を覚えて捧げる杉越の祭りと、またこの主の恵みによってもたらされる収穫の感謝、すなわち刈り伊代の祭りの規定についてここでは記されております。でこれらの祭りの中で君主が民を代表して生贄を捧げられるということがですね、ここでは述べられているのです。ここまで君主たちの務めについて共に見てまいりました。彼らの働きの重要性がお分かりいただけるかと思います。ですから私たちはこの霊的なリーダー、立てられた指導者たちのために取りなしの祈りを捧げること、彼らが本当に正しく清く主の前に立つことができるように祈ることは大切なことであります。しかしそれだけではありません。私たちクリスチャンは一人一人がこの世にあって霊的な意味でのリーダーシップを発揮していくことが神様から実は委ねられているのだということも忘れてはならないわけです。なぜならば神様を知らないで罪の道を歩んでいるそのような世にあって、そのような人々に対して私たちは全ての人が神様によって作られたわけです。ですから私たちの生き方というのは神様の御旨に沿った生き方こそが最もふさわしい生き方であるわけですから、私たちはそのことをこの世に対して示していく必要があるわけですよね。そのような意味で私たちは霊的なリーダーシップを持って世に対してこの新約の時代に生きる祭司の役割をも私たちは委ねられているんだということを忘れてはいけません。またそのような生き方をすることを神様は私たちに望んでおられます。ここで、質問をさせていただきたいと思います。あなたの生活の中心にあるものは一体何でしょうか。またあなたが捧げるその礼拝と日常生活に大きな隔たりはないでしょうか。それでは最後にお祈りをさせていただきます。お祈りいたします。神様、今日も御言葉の黙想を心から感謝いたします。私たちの生活の中心、人生の中心は主よ、あなたご自身であることを覚えます。しかしそれにもかかわらず私たちは自分中心の人生を歩んでしまいやすい愚かなものであることを心から悔い改めます。どうぞ神様、私たちはいつも瞬間瞬間ごとに私たちの人生の中心は、生活の中心は主よ、あなたご自身であることを認めながらあなたにお使いをしていくことができますように、そしてこの世にあって霊的なリーダーシップを発揮しつつ神様、あなたの証を立てていくことができますようにどうぞお守りください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。